ずいぶん前ですけどもザク豆腐、ガンダムに登場するザクの豆腐が流行りましたよね。でも今はなんといってもこれです。じゃじゃん、ビグザム豆腐、ビグザム豆腐、ビグザム豆腐。ビグザムが量産の暁にはっていう、ザクがこの大きさだったらやっぱりビグザムはこのぐらいのボリュームになりますよね。こんなのがさ、スーパーの豆腐売り場にこう並んでんだぜ。でこのパッケージがさ、ガンプラそのものなのな。それホームページの方ではこういうジオラマレシピが公開されてるそうなんですけども、僕も今回ね他にも購入してきまして、とろろ昆布であるとかポテトサラダ、里芋とかね、味の方はですねアボカド風味だそうです。では開けますね。よっ、ちゃんと箱に入ってんだよね。まさにビグザム、まさにビグザムでございますね、これはね。はい、あ、ジオンの紋章が書かれております。でけえなビグザムな。そしてこちらはビグザムの足ですね。このジオンの紋章のこのカップ、これにねご飯を入れるそうなんですよ。あと作戦指令書、こんなものが入っております。プラモそのものだよね。食器類が土台だって。組み立て説明書見る限りではこれにご飯を盛り付けて、その上にこのビグザムを乗せると。ご飯の上に豆腐？いやそれにしてもいいですね、作戦指令書。これはもう永久保存したいですね。さあそれではビグザム豆腐ジオラマに挑戦します。トゥルルルルルルーン。さて作品が完成しましたので解説したいと思いますけども、まずこちらご飯ですね。ご飯はチャーハンを使いました。でこのジオンの紋章の入れ物で型を取ったんですが、ほとんど見えないと思います。そしてビグザムでございますけども、これねとろろ昆布をあしらって、とろろ昆布とこの、岩石ですね、ジオンの栄光が岩の中に没していくような、そういう様を表現してみました。モールドはですね、お醤油で墨入れしてございます。頭の方と別にまた、ガンダムにやられてしまった足が要塞の隔壁の中でね、埋もれております。戦ってる様ではなくてビグザムやられた後でございますね。せっかくですんでね、ビグザム豆腐と同スケールの、フィギュアなどをあしらってみてはいかがでしょうかね。とはいえやっぱりこのガンダムとゲルググが主役にならないように、あくまでビグザムが主役であるというね、あーいいね、こういう感じがいいね。あーゴージャスだな。さてジオラマ作りに興じてるうちに、これがプラモデルではないかと錯覚してしまいましたが、豆腐でございます。食べなければ意味がございません。いただきます。うめえ。うまいっすよ。うまいっすよ。それじゃあね、ビグザムの足の方も食べてみましょうね。おう、これは白い豆腐ですけど濃厚な、濃厚な豆腐でございますね。で実はね、朽ちていく姿を表現したのは意味があって、食べていくことでビグザム豆腐が朽ちていく姿を表現したジオラマがどんどん完成に近づいていくわけですよ。どうですかこのコンセプト。ちょっとお高いんですけどね、僕は大変気に入りました。ビグザム豆腐でございました。